皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もお集まりくださいましてありがとうございます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のオンラインお菓子教室アトリエスリエゾンを運営しております徳本聡子です。はい、よろしくお願いします。今日のテーマ、早速ねお伝えさせていただきますね。ちょっとねプラスで今日お伝えしたいこともね、今日こんなところ行ってきたよっていうご紹介もあるんですけれども、先にねテーマの方をお伝えさせていただきます。今日のテーマはお菓子を仕事にしたい時、製菓学校に行った方がいいですか、それともケーキ屋さんでもう現場で働いた方がいいでしょうかというね、私の LINE にいただいたお悩みを取り上げて今日はねお話しさせていただこうかなと思っております。ちなみにね LINE では直接お菓子作りの質問とか一般の方のは実はねお受けはしてないんですね。でやっぱり受講生さんから有料でねお金いただいてお答えしているので、もう皆さん全員にってなったらやっぱり有料で学ばれている方がね不利益になってきますし、一般の方の質問に全部私が、LINE とかに来たり DM に来たのにお答えしていると、もう本当の本業の仕事で皆さんをサポートする時間がそれに押されてしまうので、もう基本的にはお答えはしてないんですね。でもその代わり LINE に来た質問で、これはみんなのお役に立つかも、他にも同じようなことで悩んでらっしゃる方がいるかもって思った内容は取り上げてねご紹介させていただいています。で今日もねこれ皆さんの中でももしかしたら悩んでる方いらっしゃるかなって思ったので取り上げました。でいただいたねご質問、ざっくり内容の方をお伝えすると、自分でお菓子を販売したい場合ですね、製菓学校に行くのかケーキ屋さんとかで働いて実務を経験するのか、どちらに進んだ方が良いのか、20代でねスタートが遅いんですっていう風なことを書かれていました。はい、どうでしょうか皆さんこういう相談をもし受けたらどんな風にお答えされますかね。もし私だったらですね、どっちも製菓学校も行くことができる、現場でも働くことができる、両方選択できる自分の状況があるんだったら、悩むってことはどっち行っても大丈夫ってことですよね。どっちか行こうと思ってるから、こっち行っても OK だしこっちも OK っていう状態だったら、両方選択できる今環境が自分にあるってことだと思うんですよね。そうだったらもう私は迷わず両方しますやっぱりね両方の経験を組み合わせている方が、そりゃ少ないよりは多い方が経験はいいと思います。でただですね、これが現在20代なのか、例えば40代50代の方なのかによってもこの答えって変わると思うんです。でこれ年齢によってやっぱり変わるので、まずその前提条件によって変わると思います。どっちがいいかっていうのはやっぱりその人がどういうところを目標に置いてるかっていうこともあるし、当然学校行くって言ったらお金がすごいかかります。だから予算の問題ありますよね。もちろん時間も年単位で自分の時間を割かないといけなくなるので、時間どれぐらいかけられるのか、今の状況によって何が最適なのかっていうのはね変わるので、わからない状況でなかなかアドバイスっていうのは難しいと思うので、それにどっち行ってもねやっぱり人ってあっちに行ったらどうだっただろうって行かなかった方を考えちゃうんですよね。なので最終的には自分が後悔しない選択をする、どっちか一つ選んでもいいし、行けるんだったら両方行くっていうのも一つの考えだし、とにかくね自分が後悔しない方を選んでほしいなっていうふうに、それはまず思っています。私の場合なんですけれども、ケーキ屋さんでは働いてないです。働いてないけれども製菓学校ル・コルドン・ボルーには行きました。で私がね製菓学校に行ったのって30代もう30過ぎてからなんですよ。なので、ね、20代でもう遅いって思われてるかもしれないんですけれども、遅いっていうのは多分まあ基準がね皆さん違うと思うので、私から見たら全然ね遅いとかないと思いました。ちなみに私の場合を言うと選択肢がなかったんですよ。ご質問されてる方はおそらく両方どっちでもいける状況があるんですけれども、私の場合はそもそもお菓子をなんかそういう仕事にしようとか何か起業しようとかって思ったのがもうすでにね遅かったんですよ。もう20代も後半というか30とかそんな時だったので、それにも結婚もしてたし家の自営で仕事もしてたので、今からどこか店に入ってとかいう状況は基本なかったのでね、もうフルタイムで仕事もしてたし、基本的に働きたくてもケーキ屋さんでもう働くという選択肢はなかったんですね。もう私がそういうのを目指そうと思った時は。でもその代わり自分がその環境の中でできる最大のことをしようと思ったので、製菓学校だったらなんとか時間都合つけたら仕事が休みの日曜日に週1回通ったらなんとかできるって思ったから製菓学校を選んだし、でケーキ屋さんは行けなかったけれども休みの日とかにそういうケーキ屋さんをしているシェフがこう仕事を終わってから教室とかをされてる人とかもいらっしゃったりしたので、そういうところにも極力見つけたらもう全部行くみたいな感じで、そう現場のシェフにも学ぶっていうのをね積極的にやってました。だから私にはねもうそこの現場で働くフルタイムで働くとかパートに行くとかいう選択肢がなかったので、もう一択だったんですね製菓学校、だからもう選ぶも何もなくそこ行ったという感じだったんですけれども、おそらく遅いって感じてらっしゃるのって、例えばもう10代の頃からなんかもうね将来の目標が決まってて製菓のそういう専門学校に通って卒業してそのまま現場に入ってさらに腕を磨くためにその海外とかに出てね、その海外の有名な名が通ったようなお店とかで何年か修行させてもらって日本に帰国して。さらにそこでまた日本でも名のあるシェフについて勉強とかしてコンクールとか出て優勝とかしたりね、なんか実績積んで、でそれがもしかしたら20代後半かもしれないしもう30代かもしれないんですけれども、そういうこう華々しいこう自分の経歴を持ってお店をオープンしたりとか話題にもなってお客さんもいっぱい来て繁盛してっていうような、なんかもう成功ルートというか王道のような絵に描いたようなことを想像してるかもしれないんですけれども、そういう人って一握りじゃないかなって思うんですよね。取り上げられてそういう方ってねやっぱり注目されるので、なんか世の中そういう方ばっかりすごい人ばっかりがいるんじゃないかって錯覚するんですけれども、きっとそんな方よりも一般の方の方が多い気がするんですよね。私のところに来る受講生さんも決してそういう華々しい経歴を持っていらっしゃる方は誰もいません。受講生さんは、どっちかというとずっと主婦で子育てしながら家事もしながら、あるいは正社員でちゃんとね週休2日とかでちゃんとお勤めしながら趣味でお菓子作りは20代とかお若い時からずっと好きで続けてきたっていう方が多いです。で私の受講生さん特に50代が多いんですね。で40代50代、もちろん20代の方もいらっしゃるんですけれども、ほとんどがやっぱり40代50代、そういう中である程度年齢重ねてから製菓学校に行ったりケーキ屋さんで何年かパートした経験があったりとか、お菓子教室に入ってアシスタントとして何年か経験積んでますっていう方もいらっしゃるし、そういうようなことで続けてきた方が、50代とか40代になって自分の残りの人生このままでいいんだろうかってなんか考えた時に、自分も何か、スキルを持って社会の役に立ちたいなっていう気持ちってやっぱり湧いてくると思うんですよね。でずっと好きだったお菓子を自分の一生の何か仕事にできないかなっていうところでもっと知識がいるなとか、そういうことで皆さん受けてくださっているんですよね。カフェをオープンしたりとかお店をやってるっていう方でもよくお聞きすると、開業したのが50代だったんですっていう方結構多いんですよ。それにまだね、体力もやっぱりあるし、精神力もこう気力もあるので、体さえ元気だったらまだまだ何かできるチャンスがあるというか、だからご相談いただいた方が20代だったので、私から見るともう全然若いです。もう全く遅いとかないもう20代で遅いって言ったらね、私なんか30代でもうコルドンブルー行ってますから。じゃあ、製菓学校行くのと現場で働く、ケーキ屋さんで働くのどうかっていうことについてお話ししようと思うんですけれども、まず私は製菓学校に行ってるので、製菓学校に行ってよかったこと、自分自身が行ってよかったなって思うことはお伝えできます。で、まずね、ル・コルドンブルーというところに行ったんですけれども、良かったこと、1つ目は年齢も近い仲間に出会えた。これがね、私の中では結構やっぱりね、大きかったです。今はもう亡くなってるんですけれども、もうかなり前なので時代が違うのでね、ちょっと同じようにはいかないと思うんですけれども、大体ね、ほとんどの方が普通に会社勤めされてました。皆さん平日はお仕事している、で週末お休みを利用して学校に通って勉強しているっていう方が多かったですね。で、私の友人の中には辻の調理師学校とかに夜間なんか夜間って言ったのかな、何か通ってるっておっしゃってた方とか、自宅で料理教室をもうすでに開催されている先生もいました。それから、男性ですでにもう飲食店で働いているっていう方もいらっしゃったし、でそういう方はお菓子作りが好きで他のお菓子教室にも通ってたり、食周りの学び、なんかワインについて学んだりとか、フードコーディネーターのそういう資格を持ってたりとか、っていう感じの方がいらっしゃってました。私の友人とかはそのままアシスタントになられたので、結構ね、もうがっつりフランスにも行かれたりとかもしてたんですけれども、まあね、皆さんそれぞれでした。で、2つ目なんですけれども、基礎から応用まで幅広い知識が学べたことです。上級っていうのになってくると、チョコレート細工、チョコレートでね、こう花作ったりとか箱作ったりとか、今ね、写真持ってきたんだ。こういう当時のね、写真があるので少し持ってきたんですけども、上級になるとこれアルバムに残してるんです。こういうマジパン細工って、こういうなんかこう豚さんとかいろんなこういうの作ったりとか、あとね、チョコレートなんですよ。チョコレートのこういうボンボンショコラとか、こういう箱、チョコレートで作って花作ったりとかね、あとね、こういうアイスクリーム類があったりとか、ジャムがあったりとか、あとね、こういうデザートって言って、こう皿盛りのこうデザート、スフレとかそういうのもありました。飴細工とかマジパン細工とかチョコレート細工とかって、普通のお菓子教室とか行ってもまず習いませんよね。なので、今もしませんけど、そんな飴細工とかはやりませんけれども、そういう体験したことないこと、自分ではいわゆる普通のお菓子教室とか行ったらそういうところまでは習えなかったと思うので、広い知識が学べました。それに何層にもなっている工程の多いケーキっていうのもね、だんだんとこう上級になると出てくるんですよね。でやっぱりお菓子教室とか行くと、そんなに何層にもなっているものってやっぱり時間も手間もかかるので、そんなに作ることってほぼないし、やっぱり学校ならではかな、仕上げもきっちりやるというか、例えばなんか結構ね、複雑ですよね。こういうの模様つけたりとか、周り貼り付けて、これ何層にもなってるんですよね。だからこういう複雑なケーキっていうのをたくさん習えたっていうのも、そういう味の組み合わせをどうするかとかいうのにもね、すごく参考になりました。で3つ目なんですけれども、フランス人の講師から学べたっていうことですね。これはル・コルドンブルーならではかもしれないんですけど、私を知っている方だったらご存知と思うんですけれども、お菓子作りを始めたきっかけがフランスが好きっていうところから来てるんですね。だからもともとフランスに留学したいとか、フランスに行きたいっていうところから私は始まっているので、とにかくですね、日本にいながらフランス人のそういうシェフから直接学べるっていうのは、私にとってはすごくね、大きなことだったんですね。でもちろん日本人の先生もいらっしゃって、すごくね丁寧に教えてくださったので、本当に経験豊富な、そういう先生から指導が直接ね受けられる、デモも見れるっていうのも、これは行ってよかったなと思っています。4つ目なんですけれども、ディプロマがもらえるっていうことですね。ディプロマ卒業をしたらもらえるんですけれども、これはね仕事を始めたりする時に、特に私みたいにお菓子教室をしたりする時には、信頼してもらう一つの資格になるというかは実際当時ありました。今はちょっとわからないですけれども、当時はまだそんなに徳島でもまだ数人しか行ってらっしゃる方いなかったんですね。で卒業されてる方も少なかったので、徳島でお菓子教室とかいう形でやっていくにあたって、その経歴にやっぱりコルドンブルー卒と書くと、なんかそれを見て申し込んでくださるっていう方が当時はねいました。学んだ先生に教えてもらいたいっていう方が実際にね、私がもう昔お菓子教室をやってた時はね割といらっしゃったんですね。なのでその時は一つの信頼してもらえるものとして経歴として出せるので、それはそれで一つ良かったのかなって思いましたね。そういう経験してきたこと、見てきたこと、聞いたこと、感じることっていうのはすごくこれ自体が財産だと私思っているので、やっぱりその時のやってた時の気持ちとかってすごくねもうリアルに蘇るんですよね。でそれがすごく今の自分の糧にもなっているっていうのがあるので、大きな財産かなっていうのはありますね。で他の学校のことはねちょっと私わからないんですね。やっぱりルッコルドンブルっていうのが他とはちょっと違う特殊なところもあったと思うので、いわゆる日本のそういう製菓学校がどういうのかっていうのはちょっと知らないんですけれども、製菓衛生士の資格、国家資格を取るための座学とかテストのための勉強が多いっていうようなのは聞きます。だから認可を受けた専門学校だったら、そういう製菓衛生士の国家資格のそういう受験資格っていうのが得られるので、合格したらいわゆる製菓衛生士というね国家資格を取れるので、それはもしかしたら社会に出る時、就職する時とかに、例えばホテルで働きたいとか、なんか大手のところで働きたいっていう時に条件としてそういう製菓衛生士の資格を持っていることとかいうのがあるのかもしれないので、就職の時とかは知識がこれぐらいあるよっていう一つの証明にはなるので有効なのかなと思います。ただそれが現場に出た時、その知識が本当に果たしてどこまで現場で役に立つのかっていうのはちょっとわからないので、ないよりはあった方がいいと思うんですけれども、どうなのかなっていうのはあります。そういうね製菓学校に行くデメリットなんですけれども、デメリットはねやっぱり時間もお金もとてもかかるということです。当然ね学校行くってなったら1年2年とかいう感じになってくるだろうし、朝から晩まで授業があったらずっとそれで拘束されるわけなので、すごく時間もかかるし、お金も多分ね300万とか400万とかかかると思うんですよ。その300万400万を使って自分に何のリターンがあるんだろうって考えた時に、それもねちゃんと自分なりに考えた方がいいのかなと思います。自分が思ってるところにそれがつながっていくのかっていうことですね。それだけのお金と時間をかけたことが価値になっていくのかっていうところは考えた方がいいのかなと思いますね。でケーキ屋さんはじゃあどうかって考えたんですけれども、実際に私ケーキ屋さんで働いたことがないので、ね、現場の中はわからないんですけど、いろいろ人から聞いたりとかする中で、なんとなくこうかなっていうところでお話しすると、やっぱり現場に出られるのでお客さんに直接会いますよね。私もお店やってるのでわかるんですけど、お客さんにね直接会ってお話しして会計してとかってすると、生の声を聞けるんですね。やっぱり現場の声っていうのを聞けます。でスタッフとかがいるとやっぱりスタッフ自身の現場の声っていうのも聞けるので、そういうこうみんなのニーズが分かるっていうのがありますよね。で実際自分が知識とか、ね、技術があってもそれが現場で本当に使い物になるのかっていうところはあるので、その辺を試せるというか、来た知識っていうのをやっぱり現場に出ることで体験できると思います。例えば販売とかやったことがない人がお菓子屋さんに行ったら大量生産のやり方を自然と学べるっていうのも一つの大きなメリットかなと思います。クリスマスの時期とかね、もう本当に遅くまで頑張ったりしてすごくたくさん仕込みすると思うんですけれども、そういう年間の流れを見ていつにどういう量の仕込みをするとか、なんかそういう流れっていうのを現場で実務経験として学べるっていうのは何者にもね代え難い、すごくこう生きた経験になると思います。あとは運営に関することですね。やっぱりそういう運営に関することってね、中に入らないとわからないと思うんですよ。外から見てるだけじゃ多分わからないこといっぱいあります。実際中に入って働いてみることでお店のその運営方法とか見ることができるし、商品開発をどんな風にやってるかとか、年間の動きですよね。クリスマスのケーキをいつ撮影してるかとか、なんかそういうビジネス面でのスキルとかを身につけることができるのかなと思います。でデメリットとしては、現場に入るってことは言ったらそこにオーナーさんがいてオーナーさんの下で働くわけですよね。だからそのお店にとって自分が何か価値を提供する、その対価としてお金、お給料もらっているってことなので、やっぱりそのオーナーさんのこう指示とか言われたことに従うというか、やっぱりその利益を出すためにお店がこうやっているんだったら自分もそこに貢献するっていうことが姿勢になると思うので、自分で勉強するのが私は基本の姿勢かなと思います。もちろん現場で学ぶことはあると思うんですけれども、やっぱりそれはお菓子屋さんで働いてても休みの日とか帰ってきてからとか、自分がもっとこう学んでいきたいと思うんだったら自分自身がどっか習いに行くんでもいいし、オンラインっていう環境を利用して知識の面とか今の自分に足らないことっていうのをしっかり勉強していくっていうのは基本姿勢としてあると思うんですね。なぜなら製菓学校みたいにちゃんと基礎から教えてくれるわけじゃないと思うんですよ、ほとんどのところが。素敵なね、考え持ったシェフの下で働いて一から本当に手取り足取り教えてもらって育ててもらえるところもあると思うんですけれども、でもどこに働きに行ったかによってそれ全然違うと思うんですよ。決められた仕事だけしかやらせてもらえないこともあるかもしれないし、入ったお店によっても全然違うと思うので、1から10まで教えてもらえるっていうふうには期待しすぎると気持ちが大変になるんじゃないかなと思うので、教えてもらえたらラッキーぐらいな感じで、基本自分でちゃんと勉強するっていうのがやっぱり大事なんじゃないかなと思います。製菓学校に行って基礎から応用まできっちりと網羅した状態のものを知識として学んでおくっていうことも大事だし、現場に行って実務経験を積むっていうこともすごく自分が実践として仕事をしていくためには必要なスキルがそこにいっぱい詰まっていると思うので、私はできるんだったら両方経験しといた方がいいと思います。環境があるんだったらね、時間もあるんだったら両方やっといて損はないかなと思いますね。ただ300万400万かけて製菓学校に行くほど労力をかけられないって思ったら、今の時代ネットっていう環境があるので、自分で調べたらいくらでも勉強できると思います。だからもう本当にね、自分の姿勢次第と思うので、通ってじゃないとなかなか私はもうサボってしまってできないっていうんだったら、そこに通うっていうのは一つの手ですけれども、自分でネット環境とかを利用して今の時代できるんだったらいろんな方法があるので学んでいけるのかなと思います。なんかメッセージいただいてました。ありがとうございます。はい、先生の製菓学校時代のお写真20代だと思っていました。先生が30代で学校に通われたとこときっと勇気づけられる人がたくさんいると思いました。ありがとうございます。ね、コルドンブルーに通ってた人ほとんどが30代だったと思います。専門学校みたいなところに行くとお若い方がいらっしゃると思うんですけれども、学校のやっぱり特色だと思います、それは。で、私の受講生さんも聞いたらね、40代とか50代で学校行ってます。はい、なので決して遅くないです。何歳からでも自分のやる気さえあったら、本当に覚悟を決めたらできないことは絶対ないと思います。はい、のでね、皆さんの誰かの励みになったらいいなと思います。最終的にはもう自分で決めていただく、後悔のないようにしていただくっていうのがいいのかなと思いますね。はい、ということでね、じゃあまとめ、今日のお悩みは、自分でお菓子を販売したい場合、製菓学校に行くのか、ケーキ屋さんで働いて実務を経験するのか、どちらに進んだ方が良いのかなっていうご相談でしたね。私だったら、自分が20代だったりしたら選択できる、どっちも大丈夫な環境があるんだったら迷わず両方行きますっていうのも、両方の経験が組み合わすことができたらやっぱり一番いいと思うからなんですね。で、ただそれって20代なのか40代なのか50代かによっても、年齢によっても変わるし、どっちがいいかっていうのはその人のどこに目標設定を置いているかにもよるし、お金もかかることなので、予算もあるし、かけられる時間もあるし、自分の状況によって変わるので、何が最適なのかっていうのはね、よく考えてから決められた方がいいのかなと思います。で、私がル・コルドンブルーに行ったのは30代でしたし、行ってよかったなって思うことを、お伝えするとですね、まず1つ目は年齢の近い、私当時30代であったので、ほとんどが皆さん30代、そういう仲間、もう年齢の近いお菓子が好きな仲間に出会いました。もうそれがね、本当にね、楽しかったお友達の家に行ってね、一緒にお菓子作り夜までずっとやったりとか、楽しい思いをしました。学生になったような思いをしましたね。それが良かったです。で、2つ目は基礎から応用まで幅広い知識が学べたっていうことです。チョコレート細工とか飴細工とかマジパン細工、あと工程がすごく多い複雑なケーキとかアイスクリーム、皿盛り、デザートとか、なかなかいわゆるお菓子教室で教えてくれないようなメニューも網羅されていたので、そういうのを一通り全部経験できたっていうことは、すごく幅広い知識を得たっていうので良かったと、自信になったと思います。あとは3つ目はフランス人の講師から学べたこと、経験豊富な、ね、先生から学べるっていうのはすごく魅力だし、実はね、後に MOF っていうフランスの職人になられたシェフもいます。そんな方からね、直接学べたって今思うだけでもね、すごくこれは財産になったなって思ってます。それからディプロマという資格をもらえたってことですね。直接資格があるからどうのっていうことはないんですけれども、実際にお菓子教室を始めた時、当時はまだル・コルドンブルーを出てるって方も少なかったりしたので、経歴とかにね、書いていると、その経歴を見てお問い合わせが来たりとか、そこに惹かれて申し込みましたっていう方が実際に何人もいらっしゃいました。だから結構書いておいたら、そうやって来てくださる方もいるんだっていう、びっくりしたというか発見があったので、後で振り返って言っといてよかったなっていうのはありましたね。一つの信頼してもらえるものとして書けるっていうのはね、得られたことかなと思います。実際に学校に行って経験したこととか、見たこと、聞いたこと、感じたこと、全てがやっぱり自分の財産に今なってるし、その時のことを思い出して頑張れるというかあるので、それは良かったなと思います。はい、で、ただデメリットとしては時間とお金がすごくかかります。はい、私は前日から行ってホテルに泊まってましたので、その宿泊費もかかるし、明石大橋を渡って行ってたので橋代もかかるし、結構ねお金かかりました。で、そのための時間も作りましたし、そこはね結構負担はかかります。でも行ってよかったなとは思ってます。で、ケーキ屋さんで働いた場合のメリットですね、実務経験がやっぱり積めるってことですね。直接お客様に会えるので、現場の声を、現場のニーズっていうのをしっかり拾うことができるので、自分がお仕事を始めた時にそういうのを活かせると思います。生きた知恵が学べるし、現場で大量生産の仕方っていうのを間近で体験できたり見ることができるので、それはなかなかやっぱり現場に入らないとわからないことがいっぱいあるから、行くことでわかることっていうのはあるのかなと思います。あとは運営に関する知識であったりとか、ビジネス的な面ですね、そういうスキルっていうのを商品開発のことであったり、年間の動きだったり、そういうのを把握できるっていうのは自分がお仕事を始めた時にすごく役立つんじゃないかなと思います。デメリットとしては、製菓学校みたいに1から10まで手取り足取りですね、教えてくれない可能性は高いです。忙しいところだったら自分で勉強してきなさいって言われるそうです。これ生徒さんもおっしゃってたんですけれども、もうね、そういうことを教える時間とかないので、そういうことってまず勉強してきてからここに来てって言われたそうです。私のところで今勉強されてるんですけれども、なんかそういうことなんですよ。だからもし現場で入って実務経験を積んでいたとしても、製菓学校に行くような網羅したことっていうのはなかなか学べなかったりするので、今のネット環境を生かしたりとか、もう今ね、検索して出てこないことはないぐらいいろんな情報だけだったら出てくるので、そういうので自分から勉強するっていう姿勢がすごく大事なんじゃないかなと思います。最終的にね、自分がどういうふうにしていきたいのかによっても、どっち行った方がいいのかっていうのは違ってくると思うので、ね、よく考えて進んでいかれるといいんじゃないかなと思います。暑かったですね、今日は。連休だったのでね、私もいろんなところ、レッスンもあったんですけれどもね、レッスン終わってからいろいろ行ってきました。で、今日ね、ちょっとご紹介したい場所があって、徳島県の鳴門市に島田島っていう島があるんですけれども、そこでですね、こういう古代ハスって言って、世界最古の花って言われている古代ハスが咲いているスポットがあるんですね。で、そこに私毎年行ってるんですけれども、今年もね行ってきました。で、見てください、これね、いつも行ったらハスのね、葉っぱとこのハスのね、花、もうしぼんでしまってますけどもね、これカットした時はね開いてたんですよ。でも夜になると、なんででしょうね、しぼんできますね。とっても清らかないい香りがするんです。でね、これ取ってきたんですけれども、皆さんにこれをお見せしたいなと思って、ちょうどね今見頃なんですよ。今年は6月の下旬頃から開花が始まって、7月の第1週目が結構満開だったというか、結構ピークだったらしいんですね、その関係者の方にお聞きすると。なのでもう今2週目に差し掛かろうとしてるので、ピークはちょっと過ぎてるんですけれども、まだまだ咲いてます。なので行くとしたらもう本当に早い方がいいので、徳島県にお住まいという方でね、ハス見に行きたいなっていう方はね、もう早めに行かれた方がいいです。で、ハスがね咲く時間帯っていうのがあるんです。早朝なんですよ。これお昼とかに行くとどんどんね閉じてしまってね、もうこんな風に閉じてしまうの。一部は咲いているんだけれども、やっぱりね朝行ったらね、満開の本当に綺麗なピンク色のハスがもう一面に咲いている光景が見れますので、ぜひ朝の7時から9時ぐらいにもう結構開ききってしまうんですね。だからその時間帯、7時8時ぐらいに行かれるのがいいと思います。行けるっていう方はね、是非行ってみてください。もちろん徳島県だけじゃなくって、いろんなところで今ハスね咲いていると思うので、近くにスポットがある方はよかったらね見に行ってみてください。もうこれねシーズン過ぎちゃったらお話ししてももういけないので、今日お伝えさせていただきました。ベトナム料理でハスの実とかを炊き込んで、ここでね包んで蒸してする料理があるんですけれども、それがすごく大好きで、いい香りがするのでね、この時期になったらハスをこういう風に取ってきて作るんですね。はい、また作ろうかなと思っています。インスタでハード島拝見しました、可愛かったですって。そうなんですよ。これね、私が昔小学校だった時とか中学校だった時って、そこでね結構遊んでたんですよ。その近所で見える位置で遊んでたんですけれども、誰もハートの形をしてるっていうことを知らなかったんですね。でもある方が、地元の方なんですけれども、ドローンを飛ばした時にハートだって気づかれたみたいで、それからね、なんか有名になったというか、ハート島って呼ばれています。本当はね、違う名前で鏡島っていう名前なんですけれども、すごいね、可愛らしいんですよ。はい、ハスの花は近くで見たことがないので、ハスの花をお持ちになっている側、新鮮に感じます。あ、そうですか。そうなんですね。もう徳島はね、レンコンの産地なんですよ。だから普通にもう車ね、国道とか走ってても、もう横がね、ハス畑なんです。で、特に徳島空港とかでね、飛行機に乗って東京とかに行く時に、こう飛行機が飛び立ってる時に下を見ると、もうハスがね、朝早朝の飛行機に乗ると一面にこうバーって咲いてるのが空からも見えるんですよね。この時期ね、とってもいいです。ということでね、最後まで皆さん聞いていただきましてありがとうございました。はい、ではね、今日はこの辺で失礼いたします。それではまた今度金曜日お会いしましょう。さようなら。